イオロイド構造についての論文が発表されたんです。バイオロイド、バイオロイドという名の積み荷の化け物がそのバイオロイドだと。我々の知る世界はまだ平和なんです。悪いな、人を撃つのは好きじゃないが、お前ら邪魔だ。ジャック、ジャック、危険です。光熱源反応確認。ジャックの目の前です。なんだこれ。この体は最高です。ここに本質があります。須田剛一図スダッチャーアクト5。ジャック、ブラスターを聞くのか。こいつに解析します。時間を稼いでください。やってみるか。頼みます。ブラスターが吸収されている。ジャック、気をつけて。熱源反応上昇。これは可能砲です。直撃したらどうなる。滑走の手間が省けます。そりゃやばいな。いいから逃げてください。集合体です。実体をコントロールしているのは頭に搭載されているメイン CPU です。頭部を狙ってください。頭か。ジャック、急いで。第二波が来ます。くそくらえ。止まった。おかしいな、エネルギーが増幅しているんだけど。でも体が燃えるように熱い。すっごい熱い。今の俺は熱い。ギンギンに熱く燃えています。超やばいです。やばいですね。ジョン、助かった。ジャック、僕はあなたの相棒ですよ。この程度のことは任せてください。ああ、頼もしい相棒だ。ところでジャック、ダイナーに戻ってください。これの処理はこっちでやりますから。いや、頼む。ジョン、こいつがバイオロイドなのか。まず間違いないと思われます。新鮮の積み荷は大量のバイオロイドだと考えるべきでしょう。クリスも何か知っている。いや、やつはまだ何かを隠している。あとは頼む、ジョン。了解です。引き立てよ、ジャック。ありがとう。さっきより高い豆よ、とあることらじゃ。まあ言ったな、一番好きな豆だ。いい香りだ。ありがとう。ジャック、食事の注文はいいの？リサ、悪いが今日は食欲が湧かないんだ。分かったわ。
こちらの方は？ああ、まだ寝かせてやりたい。オッケー、遠慮なく呼んでね。ありがとう。起きたか。ああ、頭がすっきりしたよ。深い眠りだった。ありがとう、ジャック。クリス、君がここに来たのは不審船の中で見た化け物の話だけじゃない。俺に何かを伝えようとしている。違うか？待ってくれ。何か深読みしてないか？クリス、俺の目を見て言え。本当に何もないか？誓えるか？いや、ジャック、誓えない。隠せない、このことは。正直に言ってくれ。何があった？この件にはラグハントだけじゃなく、君の妻のアリスが関係している。アリスが？ああ、確かだ。不審船の記録を洗ったら、荷主の場所にアリスの名前が。ジャック、何かの間違いだと思う。いや、いいんだ。ありがとう、伝えてくれて。あ、出ても？ああ。クリスティアンです。え？ああ、光栄です。ええ、そうです。今目の前にいます。一緒です。わかりました。ジャック、アリスからだ。アリス？アリス、連絡をくれないか？少しでいいから君と話して。これで終わらせたくはない。私だ。ジャック、今どこにいる？ここは眺めのいい場所です。何をしてるんだ？ジャック、元気そうでよかった。ああ、仕事に追われている。あなたは警察官？すまない。違うの、私があなたから離れた理由。君を守れなかった。絶望したから。この世界に、この世界にしがみついているあなたとは一緒にいられなかっただけ。ただそれだけのことです。アリス、君は何を見てる？いつも前だけを見ています。警察官の妻として生きていくことに誇りを感じていました。必死に。でも私は海には戻れない。アリス、不審船を知っているか？ロシアからの積み荷だ。ジャック、待ってます、ここで。ここはネオ神戸で一番美しい景色が見える。あなたもここが好きだった。アリス。ジャック、今気づいた。電話でアリスに聞いたんだ。俺はバイオロイドだった。脚本、須田剛一。ジャン・ジャック・ギブスン、大塚明夫。リトル・ジョン、小島秀夫。ドミニク・ブラックヘッド、杉田智和。リサ・ニールセン、菊池由美。クリスティアン・ゲンズブール、
大塚芳忠、アリス・ギブスン、井上菊子、音楽山岡明、イラストキャラクターデザイン吉岡聡、演出村田修陽、企画プロデュース小島秀夫。このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。